ちゃ。こんにちは。はい、ということで第2弾、はい、ね、まあ、大輔といえばさ、やっぱコントロールだと思うんだよ。それはこう指導者になって教えるときに、それは天性だと思うのか、やっぱ努力でなんとかなるっていうふうに思うのか、これどっちなの？ある程度なると思いますね。なる、なると思います。俺、大輔が入ってきたときによく覚えてるのは、その時のピッチングコーチ誰だったっけな、小谷さんです。小谷さんが言ってたのが、このピッチャーは負けないピッチャーだよって教えてくれたんだよ。なんでですかって言ったら、いや、コントロールがいいって、もう持って生まれたコントロールがいいって、だから、その間違えるピッチングはしないからって、この子は負けないピッチャーだって言われた、教えてもらったんだ。だから結局あんま負けなかったよね、最初の頃って。その頃、そうですね、トータルスラーは180倍以上しましたけども。そうだね。コントロールはまあまあまあ、スピードはずっと遅かったですけど、だいたいゾーンの中には投げれてましたね。そうだよね、はい、で余計にスタジアムだとさ、やっぱコントロール間違えるともうすぐ一発持っていかれるでしょ。そうですね、やっぱりそこで、まあ、浜松さんも、まあ、風もありますからね、うん、いやだからそのコントロールっていうのは俺天性だと思ってるんだけど、違うと思う、まあ、ある程度のあると思うんですけど、でも練習によってできると思いますよね。やっぱりコントロールで意識も問題はすごく大きいと思うんですよね、うん、普段のキャッチボールから行かなくても狙い続ける、狙ってればどっちに外れたかって分かるじゃないですか、うんうん、で外れたらもう少し感覚的にもう少しこっちだなっていう、うん、その微調整の連続ですよね、投げながら一球一球、はい、うん、そうしていくうちにだんだんコントロールっていうのは身につきますし、これ何投げたらもう瞬間に分かるの、よしっていうのと、あ、ちょっとずれたっていうのが、この指先の感覚ですね、かか抜けたなとか、あとはだから家でもボール天井に向けて投げたりとかしましたし、 あとは僕やっぱり子供 その大阪で親父が商売してた時に、うん、キャッチボールする場所がその店の 裏路地みたいな狭いところだったんですよ、うんうん、でそこでよくキャッチボールとかピッチングしてたから、うん、この間で投げないといけないっていう、それもまあ、あれもいい練習になったなと思いましたよね、今思えば。でもその指導する立場になってコントロールっていうのはすごく教えにくいと思うんだけども、それ以上に昭和、平成、令和ってなってくると子どもの意識っていうのが変わってきてるでしょ、はい、そうですね。ここら辺って大輔なんかは、監督なんかは、まあ、殴られて育ったうちじゃない、まだまあそうですね、はい、ね、理不尽な、はい、でこうだんだんちょっと変わってきたでしょ。変わりましたね。で変わった時に指導者になってるわけじゃん、はい、これで心がけてることって何かあるの？丁寧に話しないといけないなっていうのはすごく気にしてますね。頭ごなしにもう命令みたいな感じで、いや黙ってやらないんだよっていうのは今の時代に通用しないと思います。でもやられてきたよね。やられてきました。黙ってやっとけ言うて、ごちゃごちゃ言うなよって、やらないんだよって。で分からず、まあ、だから考えるようになりました。なんでこの練習、うん、っていうのもありましたけど、うん、でも今の感じやっぱ情報量が多いじゃないですか、うんうんうん、昔だったら本当に昭和少年野球の監督さんが言ってることが全部正しいと思ってやってましたから、まあ、その辺は変わってきてるから、しっかりと説明しないといけないなっていうのはありますけどね。今気にしてるのはそのやっぱ説明をしなきゃいけないというだけで、あとはそんなに気にしてない？そうですね、丁寧に、まあ、コーチの方からも選手にはしっかり丁寧に落とし込んでもらってますし、うん、あと気にし、そうですね、でもやっぱりこの厳しい世界ですから、うん、まあそうだよね。いやだから俺思うんだけど、勝負の世界で厳しい世界じゃない、うん、でもう言い訳の聞かない世界じゃない、うん、そこで丁寧に教えるっていうのはこれも正解だと思うんだけども、うん、その厳しさを教えるっていう意味ではどういうふうにしてるの？でも一番厳しい、選手で厳しいのは試合に出れないこと、うんうんうん、2軍に行くこと、1軍にいないことが一番厳しいと思ってますから、うんうんうん、だからそこはどうなってどうこうっていうよりも、また変わるってそんなことしてたらっていうのもありますし、うんうん、毎年また今年も新しい新戦力入ってきますし、うんうん、入ってくるってことは誰かが落ちるっていうこと、落ちるってことですし、全員が全員いい思いできないと思うんですよ、うんうん、チームの全員が、うん、やっぱり優勝した時もそうだったんですけど、やっぱり優勝したら時にあのメンバーはクローズアップされますけど、それ以外試合に出れなかった2軍にずっといた選手もいるわけですし、うん、まあ、その厳しさをどこで気づくかと思うんですよ。なるほどね。それは何、言葉に出して言ったりとかしてんの？まあ、話はしてますね、うん、あのまあ、ルーキーとか新入団入ってきた選手はやっぱり今の気持ち絶対忘れるなって
しんどく何年かした時に絶対そこの気持ちが持ってれば頑張れるからって話はしますけど、ね、うんうん、そういう意味では来年から新しいコーチが、はい、また優勝メンバーのコーチが入ってきたじゃない、はい、そういうの年上が多いよね。そうですね、まあ厳しさがあり、はい、まあ、大輔なんかはその時に日本シリーズ投げて、はい、ね、3戦目かなんかに投げていろいろ戦った仲間が帰ってくる、それも先輩が帰ってくる、やりにくさってないか。いや、僕はやりにくさはないですね。やっぱこう、ね、秋とか、はい、そういうのでいろんな指導も一緒にしたわけでしょ、はい、どうだったの、大丈夫、はい、大丈夫、頼もしい先輩が帰ってきてくれたなっていうのがすごくあるから、うん、あとすごいコミュニケーションも話もしますし、うん、監督はどう思ってるのってまず聞いてくれますから、うんうんうん、でそれではこういう形でやってくださいって、でそれ以外やり方も方法は任せてるんで、うん、でも喋りやすい先輩ばっかしですから、やっぱり他から来る人じゃないから一応知ってる人間たちだから、はい、っていうことかな。そうです、一緒にやってますから、どういう方も分かってますから、で自分のことも分かってもらってますから、うん、その辺は全然心配してないですけど、まあ、俺ね、大輔優しいからさ、うん、いや非常なところも持ってると思うよ、うん、いやだけどなんかすごく優しくて遠慮しちゃうんじゃないかなっていうようなさ、一歩引いちゃうんじゃないかなっていう。やっぱコーチに任せるとかもしっかり任せれるから、うんうん、その代わり任した分だけ責任は取らすっていう、責任取らすってあれですけどまあでも任せられるコーチですから、うんうん、頼もしいコーチがね、帰ってき経験豊富な方ですから、うんうん、すごい頼りにしますけどね。なるほどね、うん、いや俺も人事を見てね、うん、DeNA が今年いろんな人事を見、そのお金もこう払って、うん、ね、オースティンなんかも残ってくれるような金額を出したりだとか、はい、すごいやる気を感じてるんだよね、はい、だけど大輔がやりにくかったら一番いけないなっていうふうに思ってたんで、いや僕は逆に楽しみが増えてますから、ね、ああそう、はい、あそれはよかったわ、それ聞いて安心した、来年絶対やり返しちゃうっていう。いやそりゃそうだよね、お前なんかこう優しそうだけどそういう反骨心はあるよねいやもうそこ大概この1年悔しい思いしましたから、はい、まあそうですね、それを武器にしちゃうと思ってますからね、うん、まあでも大輔見てたら悲壮感がない、うん、いやそれを出さない、だからいいのかなっていうふうに思ってたんだけど、前半でも言われましたよ、悲壮感漂ってるんで。あそう、マスク越しで、うん、目しかなんか目がだんだんこう悲壮感漂ってる目になってるよとかで家族とか言われましたから。ああそう、うん、いや俺試合始まる前とかさ、青山と話して商談してる時に、うん、まあちょっと笑顔があったりだとか、うんうん、負けが込んでても監督がなんか悲壮感を漂ってなんかイライラしてるような表情だと、まあ、選手に影響するかなとか思ってた。あベンチではそれは出さないようにしますね。ああそう、終わってからのその負けた後のインタビューとか囲みの取材の時にはこうだんだんこう、いやそりゃなるわ、なってましたけど、そりゃなるわ。でベンチではもうずっとこうよし今日頑張ろうってみんなでなんとかね、うんうん、声出しながら、またそのベンチの雰囲気の高城とかも試合出てなくても、うん、そのベンチの雰囲気をすごい良くしてくれましたから、うんうんうん、その辺大丈夫ですね、うん、まあでもどんな負け方してもインタビュー受けてたし、はい、いやだからまあまあ忍耐強く頑張ってんなと思ってて、辛かったですよ。やっぱ辛い、辛いというか負けた後ってやっぱり悔しさも苛立ちもありますし、そのすぐインタビュームで聞かれるわけじゃないですか、うん、頭の整理ができないまま聞かれるから、うん、むくっかしてる時に今日の先発はとか言われて、今日先発誰とかってこう整理ができずに、誰が投げてるかわからない時あるよな。イライラしてる時はちょっとこう言葉が出てこない時がありましたけどね。でもその自分自身を振り返ってみて、はい、やっぱ監督業というのはやっぱ自分を成長させてくれるもの。あそうですね、成長させてもらえるというか、うん、改めて自分の未熟さを感じた1年でしたね、うん、でも慣れも必要だなっていうのはあったでしょ、はい、やっぱそうですね、これやってみないとわからないものだなっていう、うん、いろいろ外から見てる監督業と実際やる監督業はやってみないとわからないもの。最初はどういう想像から入ったの？采配もこうこうでこういういろんな状況を見て、うん、
って出せばうまくいくとかっていうところで、このここっていうところにサインを出せればっていうけど、なかなかその想像通りにならなかったりとか、予期せぬことが起こったりとか、だから一瞬でも迷ったらもう出せないよね。出せないですね。もう次の球もう来てるもんね。そうです。牽制1個入ってあれってこう展開が変わったりとか、なんか嫌だなっていう時もあるし、じゃあもうすぐ取り消したりとか、難しいですね。まあ、前年度の監督ラミちゃんはものすごく数字を大切にしたじゃない、大輔はどちらかというとどうなの、その数字を大切にするの、それとも自分 の, その直感を大事にしたりとかするの。直感の方は、まあ、もちろん数字も頭に入れながらあのミーティングもしますし、スコアとかデータもらいながらも、直感の方が大きいですかね、感じる部分と、やっぱ勝負師だね。やっぱね、昔の武将とかやっぱ孫子もそうだけど、自分の勘を大切にするんだって。そうですね。だからそこであっと思ったけども動けなかったことも何回かありましたし、そりゃそうだね、でもそれは1年かけてやっぱもう慣れた。そうですね、慣れてきた、後半慣れてきた部分もあります。いや、そうだよね、後半ものすごく動きも早かったし、ピッチャー交代にしてもそうだし、なんかこうスムーズに、あ、なんか掴んできてんなっていうのが見れたけど、まあ偉そうに言うけどさ、ごめんね。そうです。最初はやっぱ4番とか抑えとかっていうのは考えて決めたわけですから、そう簡単に動かすんじゃないって思う、ちょっと固執しすぎた部分もありましたけど、後半は意外とまたやっぱ今の状態、やっぱ選手がどのいうふうな方が生きるのかっていうことを、まあ早め早めに動けるようになりましたけど。なるほどね。早く見たいね、采配が。まだね、今やり返したい気持ちいっぱいですから、ね、よし、わかりました。